ダブってるのかね、ダブってないのかはわからないです。7つ開封していきたいと思います。一見カプセルの色が全部同じなんですが、微妙に大きさが違うんですよ。でちなみにこのガチャガチャ1回500円だったんですけど、なぜか300円で回せました。なんでだろう。大きいカプセルが5つ、小さいカプセルが2つ。早速開封していきたいと思います。適当に行こう。適当でこんな感じで、ダブってるのかね、ダブってないのかはわからないです。それでは1つ目いきます。1つ目、オープン。おお、ねずこ。ねずこちゃんゲット。結構でかいな、ねずこちゃん。鬼滅の刃座らせたい第6弾。ラインナップが炭治郎、ねずこ、炎武、赤座、無惨。おお、この6種類、あ、5種類か。5種類ですね。カプセルのね、この大きさが気になりますね。でかいのは、まず1個。ねずこちゃんでした。わー、この台座かわいい。こうだ。すごい。裏までね、しっかり作ってある。かわいい。めっちゃクオリティ高いですね、これ。めちゃくちゃかわいい。まず1体目が、ねずこちゃんです。2つ目いきます。2つ目。さあ、2つ目、オープン。ねずこちゃんです。2体目。ちょっと待った、嫌な予感が嫌な予感がする。ねずこちゃんです。コンプできてるのかな、これは気になります。全部これねずこだったらどうしよう。こちら、いよいよ次は小さいカプセルです。3つ目いきます。3つ目、ちっちゃいのは何が入ってるのかな。ねずこねずこ、ねずこ来る。オープン。誰だ。あー、炎武だ。あー、小さいのは炎武。あとじゃあ赤座とかも小さいカプセルなのかな。なんか無惨様はあれだね、大きいカプセルから出てきそう。炎武のね、台座はこんな感じです。かわいい。どこに刺すの？あ、ここだ。正座してる？あー、めっちゃかわいい。すごいかわいい。ちょっと目も瞳の中までめっちゃリアルです。クオリティ高ー。私もね、一回、リカちゃんのお父さんで、エム作ったことあるんですけど、よかったらそちらの動画もチェックしてみてください。あれもね、大変でしたね。髪の毛も大変だった。ここ、これ。これ大変でしたね。カプセルちっちゃいのから出てきたけど、こうねずこと並ばせても大きさに変わりはそんなないですね。同じぐらいの大きさです。4つ目いきます。4つ目。さあ、4つ目、大きいカプセルいきます。オープン。おー、無惨、無惨様、鬼舞辻無惨来ました。かっこいい。やった、大きいカプセルから出ました。あ、台座は一緒かな。炎武と一緒です。デザイン一緒でした。うし、あー、かわいい。めっちゃかわいい。うわ、すごい、この衣装細かい作りがね、すごい細かいですよね。かわいい。意外とちょっと被ってないな。5つ目いきます。5つ目、出たー、ねずこ。出たー、3体か。ねずこちゃんね、3体目まさかのゲットです。怒ってます、ねずこも怒ってる。6つ目いきます。6つ目。さあ、おっきいカプセルのラスト、炭治郎がいないね。炭治郎と赤座だ。オープン。出た、ねずこ。え、ちょっと待って、4体も当たった？やばくない？みんなちょっともうねずこ当たらなくなっちゃってるね、これは。やば。ねずこがまさかの4体です。炭治郎は、じゃあ出ないのかな？ラストいきます。7つ目。あー、もうね、わかった。炭治郎じゃない。違うね、これは。オープン！赤座です。うわー、細か。めっちゃ細かい作りが、やば、クオリティがやばいです。すっごい作りが細かい。
ということで、コンプならず、結果、ねずこ祭りでした。コンプならなかった。